ジュラシックアカデミーの第3回はですね、まあ、トレーニングを始めるにあたってまずは何をしたらいいのかですね、についてお話ししたいと思いますね。まずですね、まあ、やっぱり近くにね、ちゃんとしたジムがあればね、最高だと思うんですけど、やっぱなかなか住んでる場所によったりね、あと年齢によってはね、ジムに行けないまだ年齢の方もいると思いますね。でまあ、やっぱり誰にでもできるのはやっぱりホームトレーニングですかね、まあ、ホームトレーニングの代表といえば腕立て伏せと、あと、まあ、近くに、ね、公園でもあれば懸垂とかね、懸垂なんか結構工夫すればどこでもできると思うんですよね、なんか柱の、ね、梁とかでもできますしね、そういうことで懸垂とやっぱ腕立てっていうのは、結構トレーニング誰でもどこでもできるなと思いますね。ただね、やっぱり腕立て伏せもね、こう回数がね、負荷が少ないと、たくさんできちゃったりしてね、さっき第1回第2回でも言いましたけど、重量を伸ばすというのはね、こうなかなかこういい種目ではないですね。で僕なんかはね、若い頃はこうリュックサックに重りをどん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 積んで、それをさらにこう足を高いところに上げて、負荷をどん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 増やしてやってましたね。まあ懸垂なんかはやっぱりこう、そんなに回数どんどん増えないんで、結構負荷が強い種目なので、まあ回数をどんどん上げていくっていうのもいいかなと思いますね。でまあそうだな、ジムがやっぱりこうない状態でずっと体作りをしていくっていうのはなかなかやっぱり難しいと思うんで、まずはやっぱりアジャストベンチとこうダンベルぐらいは揃えたいなと思いますね。あとまあ余裕ができればパワーラックとか、あったら最高かなと思いますけどね、スミスとかね、それぐらいあればもうかなりの体は作りができるんで、まず環境的にはその辺が揃えばいいかなと思います。まあでもそこまでしか揃えないられない方ってのは、まあ、結構少ないと思うんで、まあ、大体のことがジム行ってると思うんでね。でまあジム行ける方なんかはやっぱりこうマシンはいっぱいいろいろあるんですけど、まずはやっぱり自分のこのお気に入りのマシンというかね、を見つけるといいですよね。 何から何までやるってみるのもいいんですけど、その中からやっぱりあこのマシンはなんか自分にすごいこういいなっていう感覚がいいなっていう、まあ、力が出るしみたいな感じですね。でこうまずはね、いろんなマシンを使ってみて、筋肉痛ですね、はい、あ足このマシンやると筋肉痛すごいくるなとかね、胸このマシンやると胸にすごい筋肉つくんだ、これ結構一個の基準になるんですね。で筋肉痛が来るから発達するとかそういうのは関係なくて、そこの筋肉を使っているんだなっていう一種のこう目安になってくるというところで、まずは初心者のうちにはこう筋肉痛が、どこに今このマシンを使って来たかっていうのが大事になってくるんで、それでその筋、じゃあそれが分かれば、そのマシンで、しっかりこう重量伸ばしていくとかね、回数伸ばしていくっていうのをやっていけばいいかなと思いますね、たまに朝起きた時に全部なんか忘れてて起きようとした時に足がすごい重くて、そうだ昨日足やったんだとか、なんか胸がすごく張ってるっていうか、あれしてて、あ昨日胸のトレーニングしたなとか、年取ってくると2日経って寝たりとかもあるんですけど、何でこの筋肉痛が来たのか分かんなくなっちゃうんですね。まあそういう方はちょっとあれかな。例えばいわゆる来てほしくないところ、要するにスクワットやったのに足が痛くなってほしかったり腰が痛いとか、そういうのは明らかに、無理がかかってるっていう。いやまあ無理というか、でもやっぱりスクワットやればね、足も腰も使ってんだな、背中もあれなんか筋肉痛だなっていうのは分かってくると思うんですね、でやっぱり上級者になってくるとなかなかそういう細かい筋肉痛ってもう来なくなってくるんで、やっぱ初心者のうちだからこそこう味わえる感覚ってありますよね、やっぱり筋肉痛が来た場所っていうのはこうしっかりこう把握すると、こうあこの種目でこんなことになるんだねとかっていうのが分かる、力士の目安になると思うんで、すごくそれは大事だなと思いますね。自分の家から行ける範囲に24時間フィットネスができました、機械はいっぱいあるけどトレーナーさんはいません、同じような距離反対方向に行くと、
トレーナーさんがしっかりある昔からあるジムがあります、うん、でも機械はみんな古いのばっかりです、うん、もう一個は、フィットネスジムがありますが機械はほとんどないけど、うん、教えてくれる人はいます、うんうん、どこに入会すべきでしょう。まあ、僕だったら、施設がしっかりある24時間ジム誰もいないところに入会すると思いますね、うん、やっぱり最終的にはそこでトレーニングがベストだと思うんで、まあ、自分なんかこう若い頃そうでしたよね。誰も教えてくれない環境の中で自分で試行錯誤してあこのマシンこう使うとすごいここの筋肉がパンプするなとかっていう感覚それをもうこう自分で実験で、自分の体でこう、まあ、人体実験ですよねやれる環境があるっていうのが一番いいかなと思いますね、うん、やっぱりマシンってすごくやっぱりいいんですよ、うんまあ、マシンとその辺もまたジャシックアカデミーのこのシリーズで言いますけどもやっぱり今の時代ねマシンがあれば本当にこう簡単にこう効かせることができるし強度の高いトレーニングもできるようになるのでやっぱり環境的に、マシンがしっかりあるジムっていうのは大事だと思う。例えばその他のジムに環境がないところに教える人がいたとしてもそのマシンの教え方が教えれるわけじゃないのでねですよね。だからそこのジムに来てもらってやってくれるのはまあそれ一番いいんですけどでも他のジムで他のマシンで教えてもらってもやっぱ感覚は全然違いますからやっぱこう自分でそこのマシンを使いこなせるようになるというのが一番いいかなと思いますね、うん、あとはもう今はね本当にこうやって YouTube とかで情報いっぱいありますから自分でそのマシンに似たようなねマシン使ってる動画とかあればね参考にしていけばいいなと思います、まあ、ちなみにねトレーニングっていうのはね正しいフォームっていうのはありません、はい、正しいフォームっていうのは、まあ、いわゆる怪我をしないそれから、筋肉がしっかり成長するこの2つですね、うん、これが両立してれば、まあ、いわゆる正しいフォームなのかなと思います、まあ、正しいフォームっていうか、まあ、まあ間違ってはいないですよね、うん、逆に怪我しちゃうだからしっかりやってるのに発達しないこういうのはやっぱり間違ったトレーニングなのでそこだけは避けたいですよね。だからしっかり筋肉に刺激がいって成長するあともう一個の側面で怪我をしないこの2つが一番トレーニングのもう一番大事なところになってきますね。これがまあ正しいトレーニングって言われるんですよね。でまあもう今はね本当に都会に行けば24時間ジムがね本当にもうどうですか100メーター行ったらあるっていうところもありますよね、うん、名古屋、まあ、僕の住んでる名古屋でも本当そこら中に24時間ジムありますね。ただねやっぱりこう設備だけあってもねやっぱりそこの設備を使いこなせるちゃんとトレーナー、ね、マシンを使いこなせる説明できるトレーナーさんがいるっていうのはやっぱり一番いいですね。やっぱりこうゴールドジムなんかみたいにマシンももうどこにもうどこのジムとも比べ物にならないぐらいいいマシンが置いてあって、なおかつしっかり教えられるトレーナーがいてと、いうジムはやっぱり最高だと思います。なのでまあゴールドジムがあるところはねもう本当に多分トレーニングのレベルも全然違うと思いますね、うん、はい、まあ今は本当に昔は僕らのねボディービルっていう大会しかなかったんでねなかなか敷居が高くてもうそれこそそうですかね10年トレーニングしないとまず出れないぞぐらいのねレベルでしたけどね今は本当に1年2年トレーニングすれば結構出れるね緩めの大会とかもいっぱいありますからねやっぱりぜひこう今からトレーニング始めたいとか初心者の方なんかもこう何かこう自分の体をねせっかく鍛えたこう見せる場っていうねそこをやっぱ目標にしてやることでだいぶぐんとレベルも上がってくると思いますからねそういうのを目指すのも今の時代の一つの手かなというふうに思いますね、うん。